はい、藤子です。今日は先日、マムズっていうレストランでね買ってきた伊勢うどんがありまして、何気にまだまだ持つと思ってたのに賞味期限が迫ってまいりましたので、今日はこちらをね茹でようと思います。生まれて初めてね伊勢うどん、なんかね星がなくて美味しいっていう話だったので気にはなってたんだけど、調理方法、多めのお湯に麺を入れ3、4分茹でてください。箸などで強くかき回さないでください。麺が崩れる恐れがあります。茹で上がりましたら直ちに麺を丼に移し、添付のタレをかけて召し上がりください。このタレは茹で薄めないでください。薬味に青ネギ、鰹節を振りかけていただければ一層美味しく召し上がれますってことだからね。伊勢うどんには鰹節とかがかかってるもんなのかね。で、2人前って書いてあるね。2人前なので、おお、こんな感じね。確かになんだか、さぬきうどんとは違う感じね。2人前なので、1人で2人前を食べるか。一食分は明日食べるかみたいなね。はい、では沸騰してまいりましたのでうどんを茹でましょうかね。ちょっと、はい、でかき混ぜないでって書いてあったもんね。かき混ぜないで3、4分。じゃあ今入れたばっかだからね、ここから4分茹でます。はい、では水切りしてきます。で、水切りしてきましたので直ちにねつゆをかけてって書いてあったもんね。なので丼に移し、でつゆをかけて、ほう、結構色濃かったね。これを水で薄めないでって書いてあったのね。で、鰹節や青ネギって書いてあったけどね、うちはにゃんこが5匹いるから鰹節かけると大変なことになるので、青ネギを買ってきましたよ。これをねかけて、おお、美味しそうだね。生姜とかも良さそうな感じだな。はい、ではどんな感じでしょうかね。コシがなくってうまいっていう噂のね伊勢うどん、ずーっと気になってて、どっかで食べれないかなと思ってたんですが、今日初めて食べますよ。はい、では、いただいてみようと思います。確かにコシはすげーなさそうな感じな。おお、切れちゃうもんね、かき混ぜてないのに。はい、いただきます。うん、出汁がめっちゃ出てる。ちょっと太麺のところが私好みで、出汁の色がね意外と濃くてちょっとびっくり。もっと薄いのかと思ってたね。関東より濃そうな感じね。讃岐うどんとかと比べるとね、星がないといえばないけれども太いしね。だから普通のうどん、まあ、関東と違ってね水で薄めないっていうところが特徴なのかね。まあ好きな人は卵入れてもいいかもしれないね。すりごまとかかけてもいいかもしれない。てなわけで本日は私が人生で初めて伊勢うどんを食べる記念の動画でございました。ごちそうさまでした。